聖書はエペソ人への手紙ですね、6章13節から15節なんですね。エペソ人への手紙の6章の13節から15節一緒にお読みしたいと思います。エペソ6章13節ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、髪のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。はい、ですね。ずっとまあ、エペソ人への手紙6章後半をですね、学んでおりますね。まあ本当にまあ難しい箇所というかね、霊的な戦いについてまあいろいろ書いてある箇所ですけども、まあその箇所を理解するためにですね、まあ時間をかけて、これまで、ヘンドリック・ベルコフというですね、人の、まあ、キリストと諸権威という本からですね、を参考にしながら、いろいろ学んでおりました。まあ、特にまあ、基本的な、捉え方というかね、まあ、考え方というか、それが何かこう、何かこの天敵というかね、そしてまた、超霊的というか、まあ、そういう、事柄よりもですね、このパウロがこの直面していた事柄というのは、まあ、神様がこの地上の全てを作られた、ね、そして歴史を導いておられて、その中に、まあ、政治や経済やですね、金融や教育や文化やですね、様々な秩序を置いておられて、その中にですね、まあ、まあ、もろもろの権威もですね、与えておられると。ね。で、それ自体は、まあ、中立的なものであってですね、それが悪しき力によって乱用されるときに、黙示録十三章のような、まあ、この獣が登ってくるというふうにね、表現されているような、まあ、日本においては、まあ、国家神道時代のようなですね、まあ、弾圧といいますか、そういうことにもなりますしですね、またこのローマ13章にあるように、まあ、パックスロマーナと言われるようにですね、混乱した、まあ、社会の中で、まあ、秩序といいますか、平和と豊かさがですね、もたらされるというか、まあそういう側面もあるということですね。まあそういう中でですね、私たちはこの邪悪な日にの到来にこの向けてですね、私たちはまあ心備えも必要であるとね、いうことをまあこの箇所からも教えられます。でパウロもこの邪悪な日と言ってましたけども、まあ、パウロ自身がこのすでに牢獄の中に置かれてですね、使徒行伝ではエルサレムにおいてですね、今命を狙われて、このそしてこの裁判所にですね、上訴してですね、ローマの法廷で裁判を受ける、まあ、そういう機会をですね、パウロは、まあ、証の機会として用いたとね。まあ、そういう面で、この、非常に、まあ、邪悪な日といいますか、悪魔とのですね、この戦いの現実に直面しですね、そして、その中でですね、パウロは、そのただ中で、まあ、証したと、主の兵士としてですね、いうことが、まあ、教えられます。まあ、初代教会においてはですね、特に、まあ、分離しつつあった、この、
ユダヤ教と、のですね、まあ、衝突がですね、パウロの、まあ、前面に出ておりますけれども、古代教会においては、外からは大きな迫害が訪れますし、内からはですね、異端という問題がですね、まあ、噴出してですね、まあ、本当にこの悪の、まあ、策略に対してね、まあ、知恵ある対応を、まあ、必要とした時代であると、ね、そして、まあ、そういう知恵ある対応によってですね、やがてはですね、ローマ帝国全体が、まあ、キリスト教化されていくというね、まあ、極端に走らなかったいうことはね、まあ、このパウロの手紙のおかげということもあると思うんですね。まあ、ユダヤ教徒たちはですね、ある面、まあ、ナショナリズムに走って、そして、ローマ軍を呼び込んでですね、そしてこの反乱を鎮圧されて、まあ、エルサレムも、その自治権も全て失ってしまったというね、そういう悲惨な結果に終わりましたけども、この、まあ、キリスト教徒たちはですね、本当にこの、そういう、現実の武器を取るんではなしにですね、霊的な、まあ、武器を取ってですね、まあ、戦ったと。ね。ある、まあ、神学者は、彼らがつけていたのはですね、この、鎧ではなしにですね、この、どう言いますか、この、義の衣であるというね、いうふうに書いております。まあ、パウロが生きていた時代にはですね、このローマの兵士の姿を見てですね、パウロは、まあ、それの中にですね、このクリスチャンの兵士としての戦いのあり方をね、ここに書いていると思うんですね。まあ、2、3節ずつ、まあ、見ていきたいと思うんですけども、まず最初にですね、この14節にはですね、ではしっかり立ちなさいと、腰には真理の帯を締めとね、書いてありますね。で、この真理の帯というのはですね、この武器ではなしにですね、この武具の下に、この巻かれるですね、この帯であるとね、いうことですね。まあ、しかしですね、それはですね、非常に本質的な重要なこの要素を持っているとね。で、パウロが言わんとしたことはですね、この真理の帯ねをしっかり締めるとね、それはこの本当に、正しい福音理解をね、この身につけるということの、まあ、大切さというかね、まあ、本当にこの日本の教会の、まあ、状況というのを見ますとですね、この左右に今揺れているというかね、まあ、選挙もそうでしたけども、まあ、福音の世界においてもね、で片方ではこの、まあ、聖書解釈やそういうことで、このディスペンセーションとかイデア教的な方向にですね、こうイデアに中心の聖書の読み方とかね、そういう方向に、まあ、振り子は振ったり、まあ、もう一つではですね、この、まあ、今翻訳しているベルマの本にありますけども、まあ、第二神殿ユダヤ教の視点から聖書をですね、こう読み返すというふうな形で、かなり福音の理解がですね、このまた別の方向にですね、こう揺れているというかね、まあ、そういう面で、本当に福音を正しく知る。ね。それをですね、私たちのこの、最も中心的な部分でですね、この、真理の帯としてね、この、締めるということはね、教会に、おいても、またクリスチャン一人一人においてもね、まあ大切な時代であろうとね。まあそういう中で、まあ、いくつかの、まあ、翻訳ですね、要となるような本の、まあ、翻訳にですね、取り組まさせてもらっていることはね、本当にまあ光栄なことだと思うんですね。そしてまあ、14節の後半には、胸には正義の胸当てをつけとね、いうことですね。本当にこの私たちの胸、ね、心においてね、この純真な、まあ、
このスピリットをですね持つということが、まあ、大切であるということですね。まあ、ある人たちはですね、リバイバルのためには、まあ、少々、まあ、福音理解が間違っていようがですね、この、歪んでいようがですね、目的のためには手段を選ばずという感じですね。何かこの、どう言いますか、この、間違った方向にね、この、許容するようなところがありますけれども、まあ、飛行機においてですね、このまあコンパスですね、がですねわずか一度ずれていてもですね、最初は大したことないんですけども、長い長距離を飛ぶはですね全く違う地点に、飛んでいってしまうということがありますよね。それと同じように、聖書解釈とかこの信仰義人とかですね福音理解のですね、まあ、基本的なこと、中心的なことにおいてですね、何かこの間違った、この運動や教えに対してね、私たちは、この正義の胸当てをつけてですね、この正確なコンパスを、まあ、提示していくと、ね、いうことが、まあ、大事と思うんですね。で、第3にこの、15節、足には平和の福音の備えを履きなさいとね、いうことが書いてありますね。この平和の福音ね、それをですね、このローマ帝国時代はですね、サンダル履きの、まあ、靴でですね、まあ、ローマ帝国 全土をですね、この歩き回ったね、このパウロの、まあ、姿がそこに、感じられるわけですけどね。まあ、しかし、パウロは今やですね、この歩き回る自由を失ってですね、このローマ帝国の中心地で牢獄に入っているとね。しかしですね、不思議なことですよね。パウロはですね、牢獄に入ったことによってね、もっと素晴らしいこの奉仕をしたというね、ことですよね。イエス様が十字架につけられて、天井に変えられて、聖霊を送られたことによってね、時間的空間的な限界をですね、この超越して全世界で聖霊にあってですねこのクリスチャンともに働けるようになったと同じようにですね。でパウロはこのトルコやですね、ギリシャやあちこち教会巡りましたけどね。しかし今や牢獄の中で自由を奪われている。しかしパウロはそこでですね本当に貴重な手紙をね書き続けたというねことですね。手紙を通してね、手紙がですねサンダルを履いてこの地中海世界をそしてキリスト教を2000年の歴史の中をですねこの行き巡ったというねいうふうにも言える、まあそういうこのことですよね。まあそういうことを考えると、まあ今の時代ですね、私たちもこの兵庫の思想の一宮の山の中にいるわけですけども、あちこちの集会や、ね、学校やいろんな会議で、活躍する自由は奪われているわけですけどね。しかしこの全世界に向けてね、この、まあ、Facebook や YouTube やというね、そういうこの今の時代のですねこの武器が与えられている、そういうインフラが与えられているということはね、本当にまあ素晴らしいことね。私たちはそういうこのサンダルを履いてね、この足には平和の福音の備えを履いてね、この分かち合うことができるこの福音をね、それはですね本当に神様の大きな恵みだと思うんですね。さらにそういうものをですね、活用しながらね、そしてこの祝福のもとにしてですね、使えていきたいと思うんですね。それではお祈りを持ちましょう。